こんにちは、キューブです。今回はだいぶ久々なんですが、海外ハズブロ版のトランスフォーマーから新しめのアイテムをご紹介したいと思います。これ全くの自分の憶測でしかないんですが、今回のアイテムはもしかすると悪く転ぶと国内では同型の発売がないかもしれないなと感じたので今回出してきました。というわけでレビューしていくアイテムはこちら、海外版トランスフォーマージェネレーションズタイタンズリターンよりデラックスクラストップスピンです。最近は G1 の昔と違って海外で発売されたアイテムはほとんど全て後から国内導入されるというか、まあカラー違いのアイテムなんかは出ないやつ結構あったりするんですけど、新規金型で出たものについてはほぼ間違いなく何らかの形で国内でも発売される流れになっているので、海外版を急いでレビューする必要ってさほどない感じになってきているんですが、最近ここ数ヶ月くらいちょっとそうとも言えないかもしれない空気を若干感じるんですよね。というのはですね、ちょっと最近海外で発表されたまま国内でだけまだ何の情報開示もされていないというアイテムの数がいくらなんでも多くかさみすぎてて、国内の知名度がマイナーなキャラに関しては順序通りには国内導入できないものも出始めるんじゃないかっていう、なんかそんな気配をちょっとだけ感じるんですよね。今回のこちらのトップスピンは、まああくまで自分の憶測に過ぎないとお断りはしておくんですが、そういったしわ寄せを食って国内導入が遅れたり、最悪見送られたりする可能性もないとは言えないかなとちょっぴり感じたので、海外版をレビューすることにしました。ではまずパッケージから見ていきましょう。全体の見た目は、こんな感じ。まあいつものタイタンズリターンのレギュラーのブリスターですね。そしてパッケージの裏側を見てみると、ここちょっと小さいんですが18ステップスと書いてあります。割と箱っぽい変形させやすそうなデザインなのに結構手数が多めですね。実はこちらのトップスピンは変形ギミック結構面白いものになっています。最近のトランスフォーマーには割と見られないプロセスが目白押しですね。では開けていきましょう。中身を取り出して並べるとこんな感じ。トップスピン本体と、それから武器が2つ、ブラスター型ですね。それにヘッドロボと、それから説明書とテックスペックカード。ヘッドロボは国内のレジェンズ版だと国内版の設定に合わせて単にヘッドマスターとしかなってないんですけど、海外版だと個別に名前があって、こちらはフリーズアウトという名前になっています。ちなみにテックスペックカードの見た目はこんな感じ。このタイタンズリターンのシリーズのテックスペックカードは以前にアルファトライオンの動画でご紹介したんですが、ヘッドロボと本体2つのゲージが足し合わさって上限20となっているんですけど、こちらのトップスピンはパワーとインテリジェンスが2つを足しても10未満となっていますね。まあそれほど高くない値になっています。ではまずマシンモードのジェットモードから見ていきましょう。ちなみに置く場合の設置に関しては前方部分だけランディングギアがこういう風に起こせるようになっています。先端に車輪の造形がありますが、これはあくまで造形で車輪は回りませんね。後ろに関してはまあギアがなくてもこの部分がランディングギアと同じ高さになるので、これとランディングギアとの3点で水平に置けるという感じですね。ジェットモードの見た目は最近リリースされたアイテムとしては割と珍しい超箱ジェットというか、リアリティに寄せていないアナクロっぽいシルエットですね。でもこういうテイストの見た目が刺さるという世代の方も少なからずいらっしゃるんじゃないかと思います。自分も若干そうですね。この前が騒動っぽくなってる感じや全体の箱らしさ、それから主翼の小ささや後ろについているこの大きな4門のバーニアなんかも含めて、全体が80年代くらいのアニメやゲームによく出てきた SF ジェットっていう感じをすごい醸してます。そしてこの横から見たバランスや後ろのこのバーニアなんかを見てみると、色とも相まってモスピーダに出てきたレギオスエーターみたいな感じもちょっとありますね。このトップスピンというキャラクターは国内の展開だけを追ってきたという方にとってはおそらく実写劇場版のキャラとして認知されている気がしますね。3作目のダークサイドムーンに登場したレッカーズの一人に、今回のこれとは全然違うブルーのナスカーから変形するトップスピンというキャラがいました。頭がドレッドヘアみたいな非常に独特な形だったので、それで覚えている方もいらっしゃるかもしれません。あれもまあ確かにトップスピンなんですけど、今回のこのトップスピンの元になっているキャラは G1 当時に海外だけで発売されたジャン
ンプスターターというシリーズ。ピークルモードにプルバックゼンマイが仕込まれていて、後ろへ引っ張って走らせると、その間に自動でロボットへ一発変形、しかも同時にちゃんと90度起き上がって立つようになるっていう、かなり異色のギミックが付けられたシリーズだったんですが、そのシリーズの中のトップスピンですね。今回のこれはその当時のトップスピンにデザイン面の忠実度は相当高くて、ビークルロボット両方ともほぼこれと同じ感じのデザインになっていました。もっとも今言ったジャンプスターターというシリーズには、そのさらにリカラーの元になったシリーズというのがあって、一番の大元は初代ダイアクロンのバク転アタックロボっていうシリーズらしいですけどね。でもさすがにそこまで遡っちゃうと自分もあんまり詳しくないですね。ただ実写劇場版の方に出てきたトップスピンもこれと全く別人とかっていうわけじゃなくて、レッカーズの一員だという設定は実写劇場版とも共通ですね。というかトップスピンはマーベル、ドリームウェブ、IDW のアメコミ3世代全てにわたってレッカーズとしてそこそこ活躍した、北米では割と知られたキャラクターです。ただ日本だと実写の方以外はあまり知られてないと思いますけどね。なお武器に関しては冒頭でもお見せしましたが、こちらブラスター状のものが2つついてきます。取り付けに関してはサイドのこの部分に 5mm 穴があって、こちらのブラスターも片側にこういう風に 5mm 穴がついているので、ここに取り付けることができるほか、武器を裏返すとここにも小さい 5mm ジョイントとは違う形の突起があって、それに対してこちらの本体も主翼の裏側にそれを受けることができるこういうスリット穴があります。 5mm ジョイントの方で取り付けるとこんな感じ、主翼にスリットで取り付けるとこんな感じですね。なお今回のこちらはタイタンズリターンのアイテムということで、初代のトップスピンとは違ってヘッドマスターにアレンジされています。なのでマシンモードでは今回もシリーズ共通のヘッドロボをコクピットに乗り込ませるギミックが付けられています。開くのは機体中央部に見えているこの部分ですね。この辺りが見た目より割と大きくガバッと開きます。そしてここにヘッドロボタイタンマスターのフリーズアウトを乗り込ませて閉めると、中にこういう風に見える感じになります。あとコクピットに乗せる他に、この主翼の両端の部分にちょっと小さいんでご覧になれるでしょうか、マイクロピンがあるので、いつも通りこのヘッドロボの足の下にある穴と合わせてこういう風に立たせておくこともできるようになっています。ただこのマイクロピンちょっと前塗装の範囲内にあるので、あまり付け外しすると色ハゲが怖いかもしれませんけどね。ちなみにタイタンズリターンとかレジェンズとかのこのリニューアルされたヘッドマスターシリーズは、大体の場合ウェポンビークルといって、武器のパーツの裏側にできたえぐれにヘッドロボを乗せられるようになっているギミックがついていることが多いんですけど、一見すると今回のこちらのトップスピンは武器が非常に小さくて、そのギミックオミットされているかのように見えるんですが、実はそんなことないんです。実はですね、初代のトップスピンにも今回ついてきたようなこういうシルバーの武器がついてきたんですけど、2丁拳銃にはなってなくて、今回なぜ2丁にアレンジされているのかなと思ったんですが、よく見てみたら実はですね、この2丁はこういう風にジョイントでつくようになっていて、2つ合わせるとご覧ください、ウェポンビークルになっているんですよね。天面のこのくぼみの部分にこういう感じでタイタンマスターを座らせることができるようになっています。まあ細かいことを言うと、この足の裏側にある固定のためのピン、これを受ける穴が2つが左右から合わさることによって生じるくぼみなので、ちょっと固定が緩いっていう気がしなくもないんですけど、まあよく考えられたギミックですね。感心します。ちなみにヘッドロボ、まあ海外版なので正確にはタイタンマスターとなりますが、こちらの見た目を確認しておきましょう。全体の見た目はこんな感じ。名前に関しては先ほどもお伝えしましたが、フリーズアウトと言います。可動箇所に関しては国内版のレジェンズのガルバトロンとかスカルでご紹介した時と全く同じですね。さてではいよいよロボットモードへ変形させていきましょう。タイタンズリターントップスピン、トランスフォーム。
完成、タイタンズリターントップスピンです。ではスタイルを見ていきましょう。いや、いいですね。 G1 当時のトップスピンはジャンプスターターギミックが最優先だったので、プロポーションは正直犠牲になっていたんですけど、今回はそれとは打って変わってデザインこそ引き継ぎつつも非常にスマートな八頭身に改められています。顔のアップです。このなんというかやや古めかしいゴーグル顔、いいですね。最近のトランスフォーマーは造形技術が上がってきているせいもあって、頭の形自体が流線形的なスマートな面取りになっている場合も多いんですけど、このトップスピンはボディの造形同様 G1 テイストを感じさせる四角い造形になっています。でもオールドファンの方の中にはこういう顔の方が落ち着くなという方も少なからずいらっしゃるんじゃないでしょうか。加えてこちらのトップスピンに関しては変形プロセスの見事さに関しても一言触れておかなければいけませんね。割と全体四角くて変形させやすい形状をしているかと思いきや、なかなかに込み入った変形をこなしましたよね。というかなかなか普通のトランスフォーマーで見かけないような珍しい動かし方をする場所がたくさんありました。前腕部分に拳と上腕の両方が収納してあるという腕の構造、機首部分をキャノピーとクロスさせるように畳んでキャノピーの内側へ着陸脚が畳まれるこのバックパックの構成、そしてなんといってもこの胴体部分の前のチェストパネルだけを残した後ろ半分だけが縦に180度回るというこの大胆な変形。トランスフォーマーというブランドはただ単に2つのモードの橋渡しとして変形を行わせるだけではなくて、変形させるその動かし方に面白みがあるように、そこに何かインパクトがあるように常に作られているらしいですけど、これはまさにそれを体現した構造になっていましたね。動かしていて非常に面白いです。加えて単にいじっていて楽しいというだけではなく、構造にもかなり気が使われていて、これ最近のトランスフォーマーだとかなり珍しいと思うんですが、後ろ側から見てもご覧ください、肉抜きされている部分が手足にあまりありませんよね。腕に関しては拳も前腕も上腕もご覧ください、どの方向から見ても肉抜きらしい肉抜きはほとんどありません。肩をこういう風に上げ切った時、肩ブロックの内側にちょっとだけありますけど、まあ普通に動かしている分には肉抜きがガバッと起きている場所はどこにもないですね。腕だけでなく足もですね、太ももの部分の内側にまあちょっと肉が抜いてあるところはあるんですが、膝から下の部分に関しては内側なんかを見てみても全く肉が抜けている場所がありません。唯一この背面にあるジェットモードでの機首裏側に当たる部分、ここだけ目立って肉が抜けているんですけど、ここはロボットモードだとバックパックの下向きの穴で、しかもディティールもこういう風にちょっと気を使ってあるので噴射ノズルみたいな感じに理解できなくもないですよね。なので手足の内側に開いている穴とかと違って役割があるように見えるので、全体的に相当見た目に気を使ってあると言っていいと思いますね。ちなみに武器をつけたままで変形できるかに関してですが、変形プロセスをご覧になって、もうこれつけたまんまだったのでお分かりだと思いますけど、余裕でできますね。もっと言うとこの主翼に取り付ける形ではなく、サイドの 5mm 穴に取り付けてあったとしても同じようにつけたままで変形が可能です。まあちょっと足に銃がついているみたいなややアンバランスな感じになりますけどね。次に可動ですが、これもなかなかに柔軟な作りになっています。まず頭部ですが、これはまあヘッドマスターということで、このヘッドロボの首のボールジョイントがそのまま生きているので柔軟に動かすことができます。次に肩ですが、二重関節になっている上に腕側がボールジョイントになっているので当然ながら非常に柔軟に動かせます。縦にも当然180度上がりますし、水平方向にも肩ごと上に上げることもできますね。腕と肩の間に少しスペースの余裕があるので、こんな四角い腕なんですが前後のスイングも結構つけられます。そして肩ユニットの下で縦ロール、肘は二重関節になっていてなんと180度折ることができます。手首に関してはまあ別パーツではあるんですが、さすがに左右回転はできませんね。でもこの手首は収納ギミックが非常に見事なので、それの代わりと思えばそんなに気にもならないですけどね。次に胴体ですが、こんな典型的な箱ロボの四角いボディにもかかわらず非常に柔軟で、変形の恩恵で屈伸がつけられるほか、腰の下で360度回すこともできます。こんな四角い体でこんなに動くのすごい意外ですよね。股関節もボールジョイントになっているので非常に柔軟です。前後にも180度、水平にも上げることができます。そして太ももの中ほどから縦ロール、膝も伸縮の変形の恩恵で二重関節になっているので結構深くまでも上げることができます。
足首にはちょっと可動はありませんね。こちらの足首、変形でここを動かしていたので可動するかと一瞬思えてしまうんですが、足を完全にロボットモードに変形させきるとスペースが閉じられてしまうので、この足首は動かなくなります。ただですね、この後ろのカバーを開くようにすると擬似的に足の裏の面積が広くなるほか、ここの可動も一応回復しますね。ポーズをつけるとこんな感じ。大きさを比較しておきましょう。こちらヘッドマスターながら一応デラックスクラスのアイテムなんですけど、従来の標準的な大きさのデラックスクラスのアイテム、こちらユナイトウォリアーズのトリックダイヤと並べてみるとこんな感じ。ポーズをほとんど棒立ちにして比べてみるといかがでしょうか。そうなんです、頭一つ大きいですよね。それに手足も含めた体格も全体的にこちらの方が一回り大きいように見えます。そうなんです、今回のこちらトップスピンはですね、この肩についている小さめの主翼以外、特別長く飛び出したり張り出したりしている場所なんかはないんですが、シンプルな見た目に反してなかなかボリューム感があります。いつも出している12分の1のネゴシエーターと比較してみるとその辺がはっきりわかりますね。ネゴシエーターはオーソドックスなデラックスクラスのトランスフォーマーよりいつも頭一つぐらい大きいんですけど、今回のは同じかさらに高いぐらいの大きさがありますね。このトップスピンは他のデラックスクラスに比べてかなり大柄になっていて、このボリューム感もトップスピンの重要な魅力の一つだと思います。以上、久々の海外版アイテム、トランスフォーマージェネレーションズタイタンズリターンよりトップスピンのレビュー、いかがだったでしょうか。これすごくいいアイテムなんで、ぜひ国内版も出てほしいですね。ただアルファトライオンでさえライオコンボイというかレオプライムに直されて発売されたっていう現在のレジェンズの展開の方向性を考えると、トップスピンなかなか難しそうな気がどうしてもしちゃうんですよね。まずキャラ自体、国内展開では一度もクローズアップされたことがない上に、色替えやリデコで別キャラにしようにもこれと形が似ている有名キャラってあんまりないような気がしますからね。もしかするとトイザラス限定になるとか、あるいはですね、 G1 トップスピンと同じジャンプスターターにツインツイストっていうドリル戦車型のキャラがいて、そのキャラも今回のトップスピンのリデコという形でどうも出るみたいなんですが、そっちだったらまあ色の付け方次第ではいくつかの知られてるキャラにこじつけられないこともないような気がするので、そっちだけ出るみたいになるかもしれませんね。もっとも全ては自分の憶測でしかないので、普通に発売されるってことになるかもしれませんけどね、楽しみに待ちたいと思います。では次の動画でお会いしましょう。キューブでした。楽しんでいただけたでしょうか。チャンネル登録はこのすぐ下にあるボタンから、スマートフォンやタブレットでご覧の方は動画の下の赤い登録ボタンから登録できます。よろしくお願いします。さて、今回のタイタンズリターントップスピンのレビューいかがだったでしょうか。今回のトップスピンは動画の中でも少しお伝えしたんですが、80年代のアニメ SF ジェットみたいな感じの結構昔っぽいアナクロなデザインの箱ジェットから変形するっていうスタイリングになっていて、割と最近のロボに混じると珍しい感じでしたね。映像作品に登場するロボットのデザインってアニメとか CG とかで動かすことができる形の複雑さがどのぐらいかみたいな、技術の進歩みたいなものに引っ張られて徐々に複雑になっていってるっていうところがありますよね。昔はロボットって本当にマジンガー Z みたいな円柱の手足を持っているロボが主流だった時代もありますけど、その後徐々に箱型になり、徐々に角飾りみたいなちょっと珍しい形の飾りがつくようになって、その後もう複雑化の一途をたどって CG がほとんど手作画と変わらないぐらいに動かせるようになった現代では、もうこれ手作画じゃ絶対無理だろみたいな、ものすごい線の多いロボットとかもグリグリ動いてますよね。ただいかに情報量が多くなっていっても方向性の違いによる明確な差っていうのは今でもあって、例えば情報量が多いなりに完全に SF の形をしているものとか、情報量が多いことを利用してもう現実の写真と区別がつかないぐらいリアリティの高いものから変形するロボとか、よりくっきりむしろ方向性によってテイストが分かれてきているような気もします。というわけで、それに絡めて今回は皆さんに伺いたいと思います。皆さんは変形ロボに限った場合、変形の前のモチーフが単純にかっこよさだけを追求した SF 的な形状をしているものが好きでしょうか。まあスーパーロボットとかに多いですね。
あるいは完全に現実と見分けがつかないぐらいのリアルな車とかリアルな戦闘機とか、リアリティを追求した形状から変形するものの方がいいでしょうか。どちらが皆さんの好みか、ぜひ下のコメントで教えていただけると嬉しいです。例えばここに出してきたこの2つ、こちらのトップスピンはもう完全にアニメにしか登場しない、実際は飛ばないだろうみたいな箱ジェットですけど、こちらのトリックダイヤに関してはもうカウンタックというか、ランボルギーニの車に実際にあるんじゃないかみたいな、そこそこ実車に近いディティールに変形しますよね。ただこれあくまで個人的な感覚なんですが、リアリティと関係なくかっこいい立体なら何でもいいですよっていう感覚の人は、リアリティの非常に高いものから変形されても別に文句はないと思うんですけど、リアリティの高いものじゃないと満足できないという方は、こっちのトップスピンみたいな感じのロボットは満足できないかもしれませんね。ちなみに自分はというとですね、完全にこっちですね。リアリティがあって別に文句はないですけど、なくてもいいというか、必須条件では少なくともないです。とにかく見た目がかっこよければ何でも OK です。皆さんは変形ロボに限った場合、変形前のモチーフがかっこよければ形状は問わないか、それともリアリティ寄りであることが結構重要な条件か、どちらでしょうか？ご意見お待ちしています。